今回は複数形が主語になるパターンをやっていきます。主語何々はですね。そうです。今まで単数形の主語しかやってなかったんだよね。例えばこの部屋はとか田中さんはとか、あえて一つや一人にこだわってきました。気づいてた？全然。あ、そうか。まあそうだね。まあ日本人って単数とか複数とか普段からあまり意識してないもんね。でも前回でちょっと意識できるようになりましたよ。よかった。じゃあ早速、生徒たちは疲れています。生徒は student、 疲れているは tired だね。わ、久しぶりにイコールの文ですね。student is tired ですか？ B 動詞は is で大丈夫かな。I が am、 you が are、 それ以外は全部 is って覚えてるんですけど、違いますか？うん、実は違うんだよね。複数形の主語の場合は B 動詞は are になるよ。え、そうだったんですか？実はね。だから正確には I が am、 you と複数形の主語が are、 その他の単数形の主語が is なんだよ。なるほど、覚え直します。さて、ではさっきの答えは、複数形だから students are tired ですかね。正解、その通り。じゃあどんどんいくよ。車は便利だ、これ英語でなんて言うでしょうか？車は car、 便利は convenient だよ。これはある一つの車が便利だって言いたいわけじゃなくて、車だったら何でも便利だってことだよね。じゃあ cars が主語だな。ってことは B 動詞は are だから、 cars are convenient。 正解、 cars are convenient だね。やった。否定文も作れる？B 動詞の否定文と同じですよね。得意です。彼のペンは新しくない。さあ、じゃあこれ言ってみようか。複数のペンっていうことにするね。うん、それなら His pens are not new ですね。うん、 His pens are not new だね。その通り。普通に are not もしくは aren't になるね。なるほど。じゃあ疑問文も。あ、待って、疑問文はまた今度ね。なんで？実は答え方に少し工夫が必要なんだよ。もうちょっと待って。わかりました。楽しみにしときます。